かなり助かった方がいるというのですか。Yeah!
美味しそうなフルーツです。美味しそうな果実だな。できそうです。どうされたのですか。何なのです。いいかい。分かっています。お助け。お兄ちゃんたち、ここで出会ったのも縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか。
任せろ。僕の番だな。おかげさまで助かった。お二人さん、愛してるぜ。何をなさるの。悪かったな、ジョーちゃん。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。もしかして。お、そうだそうだ。出稼ぎ先から故郷へ帰るために乗った船がまさか沈められちまうとはな。わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方出身の漁師だな。よろしく頼むぜ。落車です。落車フォン・ロズウェル。アドルに落車嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレン島とはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレン島へ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてその度に正面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。どうした。そういうわけでは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。ご信用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。
お？ちょっと。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。お？おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。Thank you.